はいどうも、名古屋の塾講師チャンネルをご覧の皆さん、どうもこんにちは、塾長の井口です。今日は中一数学情報、情報、こっちが、こっちが情報、こっちが情報、いいですね。はい。<laughs> の計算の2をやっていきたいと思います、まあえーと。この1つの前の動画がね、情報についての説明になっているので、まずそちらをご覧になってください。ね まあ、掛け算とか割り算はね、結構簡単です。足し算引き算の方がね、頭こんがらがったりとかします。で、いろいろでね、こう解説が書いてあったりとかするんですけど、こんなのはやりながら覚えていきましょう。そして、情報のやり方とほぼ一緒です。ただし、僕のやり方を絶対真似すること、お願いします。48割8。これをね、皆さんね、暗算したがるのよ。ね、これ、小学生で習ってる48割8と同じ意味になるんですけど、プラスはね、無視していいから。 なんですけど、これ暗算絶対やめることね。なんで暗算ダメかっていうとね、割り算っていうね、頭の中で暗算したとしても、絶対筆算をしてるんですよ。だから、筆算をしてるっていうことはどういったことかっていうと、計算を間違ってしまう、暗算をもししてしまうとね。っていうのもあるし、あとは、まあ数字が大きくなったりとか、あとは数、計算する数が多くなったりとかすると間違いやすいので、ね、必ず、ね、筆算するんだったらまだいいんですけど、 必ず、掛け算に直すこと。なので、これを、ちょっと、横に書くのあれかもしれないんで、こっち側に書きますね。48かける、割り算を掛け算に直すときは逆数。8分の1。これが1分の8だったので、それを逆数。8分の1にします。あとは約分。まず、ちっちゃい数字。2からやる。2、間違えたん。ん ?2、4。ああ、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  もう4と24で同じ倍数だから1で6。そうすると6っていう出し方になります。これはまあ小学校の時に習ってる計算と一緒だから、もうとりあえず分数に直すっていうのだけ話をしました。じゃあ次。マイナス56割るプラス7。これをまず掛け算に直しましょう。えっと、7分の1。で、その時にね、前回やった情法のやり方と一緒ですよ。 符号をまず見ます。マイナスとプラス。符号が違う場合は必ずマイナス。で、7と56を約分1で8。で、マイナス8っていう出し方。いいですかはい、次。プラス27割るマイナス9。これを27かける、で、マイナスがね、ここにマイナス9分の1って書いちゃダメだからね。かけるとマイナスっていうのは符号は必ずカッコで塞くこと。 壁を作ること。であとは、符号を見る。プラスとマイナスでマイナス。9と2十七で約分できるから3でマイナス3っていう出し方。いいですかじゃあマイナス24かけるカッコマイナス3分の1ね。符号を見るとマイナスマイナスだから、符号が一緒の時はプラスプラ。プラス書かない。で、3と24を約分。1、3で8。つまり8っていう出し方。はい、じゃあ次。 121、二十一割る、-11。これを、えっと、かけ算にまず合すかける、かっこマイナス11分の1。で、121っていうのは11の2乗になってるので、これは覚えておきましょう。なので、1、11ね。で、マイナスマイナスだからプラス。で、11そのものです。はい、じゃあ次。0割る、マイナス8。これは、まず0をかける、 カッコマイナス8分の1ってやります。で、0に何をかけても0にしかならないから0。いい。決して計算しちゃダメだわね。<laughs> よくありがち。はい。じゃあ次行きます。まず、プラス12割るカッコマイナス3分の2なんで、それを12かけるカッコマイナス2分の3にします。で、符号をまず書く。 プラスとマイナスなんでマイナス。約分1と6なんで、サブ6、18って言ったマイナス18って出す。いいじゃあ次。マイナス4分の7。でこれをかける、ね、14分の1にしますで。符号を見ます。マイナスプラスなんでマイナス。あとは約分1、2って言って。8分の1って言い出し方。いいですかはい、じゃあ次。 7分の9割るマイナス6 7分の9かけるかっこマイナス6分の1って書きます符号を見るとプラスマイナス3でマイナス3と9 3, 3で6と9が割れるから2と3って書いて14分の3っていう必ずね符号から書くことね慣れなければあ慣れてればね数字を超えて全部やって後にマイナスマイナスプラスとかって書く ことはできるんだけど、だいたい中学1年生の子はね、もう書き忘れるから、必ず最初に符号を見てください。いいですか符号間違いで答え間違うっていうのはね、もう恥ずかしいから、絶対やめてください。はい、いきますよ。9× カッコマイナス3分の4。で、割り算っていうのはね、こっち変わらないからね。ここだけね、直前のものだけが変わるから。×カッコ8分の1って書きます。 ちょっと見にくいね。移動させようか。で、あとは計算。あ、計算というか、符号をまず見る。プラス、マイナスで、マイナスね、マイナス。符号が違うから、マイナス。マイナス、マイナスで、プラス。プラスは書かないから。あとは約分。3と9で3。ね、これ必ずね、数字書くことね、約分にしたら。その数字。あと、斜線も、ね。で、1と、あ、4で、4と8で割れるから、1と2。ってすると、 数字をね、見ていく。1、2で、こっち1だから2。分の上にあるのが3しかないから3っていうやり方。いいです。丁寧に丁寧に解くことが大事。ね、何遍も言うんだけども、ね、答えを出せばいいやとか、分かってるからっていうのは、それは違うからね。丁寧に確実に答えを出すっていうのが大事になります。 わかりましたかねぜひね、これ今回わかんないっていう子は、一回情報の計算の動画を見てから、また情報に戻ってきてください。ね。この解き方、ぜひマスターしてください。もしわかったできたっていう子はね、コメントしてください。またね、あの、チャンネル登録、高評価もぜひよろしくお願いします。じゃあまたね。